100人、熱気に包まれた蔵前審査であります。面白いカードが実現しました。正々堂々と真っ向からファイトをする天竜と、荒っぽいテクニックを出してくるビッグレーター、この2人のシングル対決、特別試合であります。どういう結果になるでしょうか。このシリーズ再三監視、断るごとに両者衝突、お互いの意地をぶつけ合っての今日の対決となります。舞台は出来上がりました。蔵前のリング上で今日こそ白黒つけ企画をはっきりとつけたい両者であります。天竜が今リング上に登場していくことであります。既にビッグデーターはリングの中に入っております。特別試合の60分一本勝負を迎えます。蔵前国民さん、おなじみ天下乱闘右利きテリー、ビッグレーター、借りを返した昇り竜の天竜であります。さてリング上はビッグレーターと天竜の特別試合、60分の一本勝負、ここまで山田さんどういう風に両者見ますか。今のところね、積極的にアタックしてるのはスレーターの方で、はい、天竜選手はややそれに任せて隙を伺ってるというような感じですね。そうですね、まだこのお互い手の内をさらけ出すというところまでは行ってませんね。行ってないですね。しかしね、これいずれにしても両者がこの膠着状態というようなものから出して、はい、決めに持っていくためにはやはりラフ攻撃しかないでしょうね。さあ強引に対角線上にビッグレーターを投げました天竜であります。トーキック、そして左の腕を絞り上げる、ビッグレーターも右腕で顔面かきむすり、ウエスタンダミアットをショートレンジで出してまいりました。カウント中、思いもよらないところで出しましたね。そうですね、ちょっと低い姿勢から出ましたですね、はい、全く思いもよらぬところからウエスタンダミアットショートレンジで出してまいりました。これがビッグレーターであります。ちょっと天竜もびっくりした感じですね、はい、意表を突かれましたんでね、ちょっと唖然とした表情だったんですが、まあ、ショートレンジだっただけにそんなに大きなダメージはないと思いますね。そうですね。さあ体を預けます。ビッグレーターの腕が絡まっているようなんですが、これでかなりダメージを与えることができるんですか。ね、やっぱりね、首をロックしてますからね、さあ今度は畳んでいく襟固めだ。こういったねちっこい展開になってまいりました。序盤戦ヘッドバット合わせる、天竜が水平打ち、かわずかけ、かわず落とし、ローアングル、ローアングルで決まりました。カウントは2、かなり低い位置ですね。そうですね。さあバックドロップ、このシリーズ静岡県の天竜で一本取られました。リング上の天竜であります。さあカバーに行くぞ、サードロープに足を伸ばせるか、いやカウント2で払いのけます。今のバックドロップの切れ味どうですか。なかなかいいですね。ちょっと天竜選手油断しましたね、はい、さあロープに飛ばしてカウンターで投げ合わせるエルボー攻撃、ディクセーターであります。さあ徐々にディクセーターが攻撃のパターンを自分のリズムにしてまいりました。スモールパッケージホールド、さあスモールパッケージが決まるか、カウント2であります。やはりスレーターの持ち味があるですね、はい、ラファンテクニックというこの波状攻撃が出てきましたね。全く休ませませんね。そうなんです。サイドスープレックス、ゆっくりと決まりました。カウントが入ります。カウント2、先ほどからカウント2の時間が長くなってまいりました。天竜ちょっと姿勢に回っています。天竜はこのリズムを断ち切りたいですね。なんとかね、一つ自分の大きな技が欲しいですね、さあこの角度で何を回っていくか、パンチ攻撃で後ろに下がりました。天竜髪の毛を掴んでリングの外、ディクテーターが非常にうまいリズムで戦っています。この表情を見てどうですか。なかなか自分のリズムだなというそんな感じでしょうかね。今のところね、ペースは完全にスレーターが握ってますね。さあ天竜は何を考えているか、1回戦体を入れ替える、おっとウエスタンダリアットを返し、お互い1本ずつ出せましたね。そうですね、まあ、ウエスタンダリアットだけをね、比較しますと今の天竜選手の方がパワーがありましたね。カウンターで当たっていますからね。そうですね。さあ新しい技を自分のものにいたします。天竜スプリングトーホールド、伝家の宝刀
パンティースカイブリのスプリングトーホールド。さあどうだ、もう一回転入った。残った足で払いのけることができません。天竜払いのけません。さあどうだ、もう一回、もう一回、やっと離れました。天竜になります。スリングトーホールドは切れ味がありますね。なかなかね、あの渋い技ですよね。まあ目に見えてね、形の上ではわからないんですが、非常に効果がありますね。はい、蔵前決戦の特別試合、60分の一本勝負。ディクスレーターがリズムを掴んでおります。天竜がずっと耐えております。セカンドロープ、サードロープに腰を持たれました。これが天竜の表情。お、最後真ん中にパンチを合わせます。これは反則。レフリーのミスター林がカウントを数える。バック、いや、アトミックドロップになります。アトミックドロップ、これはどうですか、うん、ちょっとね、これはスレーターが意表を突かれましたね。バックドロップに行くかと思ったんですが、兄にそう言ってああいう形になってしまいました。さあ対角線上に天竜チョップだ。天竜チョップ、そしてもう一回ホラハットに押さえておいて出ました。これが円錐切り、天竜の円錐切りであります。さあ天竜が空中タップを合わせるか。かつて東京体育館ビルマスカラスに人間ロケットを見せました天竜でありますが、寺前スキー館のリング上、今両選手ともリングの外、おっとリングの外でボディースラム。ディックスレーターが帰ります。さあトップロープだ。ディックスレーターがトップロープに立ち上がる。天竜が今エプロンから中に入ってくる。天竜後ろに目がない。ディックスレーターがフライングのエルボーバット攻撃。山田さん、天竜ちょっと後ろが見えませんでしたか。そうですね、ちょっとちょうど横向きになったところで近くになってきましたね。はい、さあ天竜がリングの外、これがディックスレーター。フライングのエルボーバットを合わせました。ディックスレーター空中殺法はディックスレーターが先に出しました。髪の毛を掴んでおいてディックスレーターが脳天食い打ちの体勢に入ります。しかしそれを払いのけるか。天竜払いのけた。しかしエビに抑えるディックスレーター。カウントは2。フライングメイヤーを一瞬の隙を突いて逆さを抑え込み、どうだ、カウント3。一瞬の隙を突いた逆さを抑え込み、天竜がディックスレーターを破りました。鮮やかなピンボール、鮮やかなピンボール、アゼットしました。ディックスレーター、天竜高さを抑え込みの勝利であります。Performance are from Japan.